はい、どうも、レオヘイです。そして久保空です。はい、お願いします。はい、前回で引き続きてか今日一日ね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、まだまだあるからね。はい。ということで、今大量のグローブ、ちょっとね、過去紹介したグローブとか、はい、持ってきているんですけれども、普段スラッカーを使っている大久保くんに、はい、ほぼほぼスラッカー以外のグローブを触ってもらって、はい、ちょっとレビューをしてもらうっていうのが1位で、まあ、過去のグローブね、あ、こういうグローブあったよねっていうような、まあ、思い出おさらい企画みたいな、はい、のをやっていこうと思います。で、今回は何本かに、分けて、動画を出すんですけども、ピッチャー用グローブ編、これは翔平さんのピッチャー用グローブ4つを、まあ、過去にね紹介したことあるやつを出していこうというふうに思います。はい、じゃあそれではね、ピッチャー用グローブってどうですか。はい、ピッチャー用、以前アシックスのゴールドステージを持ってはいたんですけど、はい、最近全然使っていないので、うん、ちょっと楽しみだなと。スラッカーを浮気してる。いや、中学の時に買っていた。あー、なるほどね。はい、じゃあ大人になってからは買ってない。買ってないです。おー、ね、ピッチャーできそうな肩してるのにね。そうですね、最近意外とピッチャーやったりもするので。あ、それ内野でやってるの。内野グローブで。そうですね、以前紹介した MS1 っていうヒッパーを、うん、スラッカーで使ってます。はいはい、なるほどね。じゃあピッチャー用としては、はい、なかなかないと思うので、はい、じゃあちょっと1個ずつ紹介していきましょう。はい、はい、じゃあ1個目、こちらの Z のプロステータスオーダーグローブ、はい、お城のオーダーグローブとなります。これはね、伊藤新さんっていう、はい、方から翔平さんがいただいた、翔平さんの、はい、グローブとなります。これね、ウェルダーラベルなんですよ。オーダーだからね、はい、Z はオーダーはウェルダーラベルとか選べるので、それでウェルダーラベルの、グローブと。で、ファース、あー、親指側に翔平 TV と刺繍が入っています。で、これね、オーダーした時はまだ連名の、はいはい、今今年から変わったじゃないですか、色の規定が。そうそうそう、それまでは多分これ、あ、でも使えるか、切りはみの白だから使えるのか、はみ出しとしては問題ないし、はい、ヘリ側は関係なかったもんね、確か色の規定もともとなかったから。ヘリ側は大丈夫です、まあ、ただこの親指刺繍っていう点で本来は使えないグローブだったんですけど、はい、まあ、今年の、ルール改正で、親指のグローブも、はい、刺繍が入ってるグローブも使えるように、なりましたと。まあ、本当は親指大丈夫なんだったんですけど、同色じゃないとダメだったんですね。そこが、まあ、他の刺繍になっても大丈夫ということになったので、はい、使えるようになりました。型としてはもうがっつり横、なんか包み込む感じで立てた感じも正直ある、どっちでも使えそうだなっていうような大元の型はしています。で、大きさ的には僕的にはちょっと大きくも感じるけれども、多分普通ぐらいです、多分標準な、うん、かな。で、カラーリングが、本体ブルーと、レースがイエローの、ヘリ側がピンクですかね、なのかな。で、裏側赤のグローブです。はい、はい、じゃあちょっとレビューを、はい、お願いします。あ、そうですね、まあ、身長割と、まあ、高い方ではあるんですけど、うん、あまり大きいっていうのは感じないです。そう、多分背大きい人からしたら多分普通ぐらいだと思う、はい、そうです、オーソドックス。指のフィット感と親指のフィット感があるので、その投げる時にもしっかり握り込める、うん、あと包み込む感じでもあるので、うん、それこそ野手やってる人とかって、うん、ピッチャー用だと面が狭いとかあると思うんですけど、はい、これだと全然投げた後にも対応できやすいかなと思います。はいはいはい、革質的にはどうですか。多分そんなに、はい、その内野手とか外野手用のグローブほど、言い方あれですけど、劣化はないと思うんですよね、はい、その革質としての劣化はないと思うんですけど、どうですか。結構 Z さんのグラブって革がしっかり硬いイメージあるんですけど、うん、それと本当同じで、補給面も張りがありますし、うん、背面のまあ、張りの強さとかあるので、まあ、ピッチャーやっててしっかり握り込む人でも、まあ、長年使用できるかなって思います、うん、でもまあ肩はつくからね、はい、肩はちゃんとつくから取ることはしっかりとできるし、でも握り込みとか、はい、その力を入れる、力を入れるっていうところはそこは使えるのかなっていうような、はい、ちょっと色あせしたんで青いやつで、はい、こう塗ってたんですよ、はい、そしたら白い玉はみだっけ、切りはみだっけ、切りはみ、切りはみ全部青になっちゃったっていう、うん、ただそんな感じするなっていうような磨き方してるなとは、ね、まあそうですね、できるだけ色褪せしないように、はい、日陰そうに置いたりとか、インニング中とかもグローブ袋かぶせておいてあげたりとかすると、はい、比較的持ちはそうです、いいかなというふうに。あ、裏の補給面と、そうね、まあそう、ピッチャー用とかって正直多く使うもんじゃないから、はい、そんなオイルも塗らないし、
どうしても色褪せしやすいグローブではあるので、まあ、そういったところよく気をつけてもらえればなというふうに思います。じゃあ次のグローブいきましょう。はい、じゃあ次はディオさんの。これはえぐいっすよね。全部片押しが全面片押しの。さっきのグローブより横です。どちらかというと左ピッチャーのグローブを反転させたような方のイメージウェブに同色で翔平 TV と刺繍が入っています。これは確かね、ディオさんと初コラボした時、確か翔平さんいただいたグローブ、旧上福岡高校のグラウンドで翔平さんやった時にディオさんと初めてコラボさせてもらった時にいただいた。でこの肩は正真正銘は俺の肩、肩つけずに自分で投げながらついた肩なんで、うん、これがまず天然の俺の肩なんですよ。思いっきり横のちょっとはめてみれば、なんかこれで多分動画反転させたら菊池雄星投手の肩みたいな。すごっ、完全横なんですけど柔らかすぎないです。柔らかすぎない、全然。そう、そこがね、肩押しグローブの特徴。それ公式押す。え、これ公式押す。肩押しグローブって他のグローメーカーさんで出てて、僕の場合はグロムを、はい、今ちょっとモンタナさんに置いてあるんですけど、グロムの肩押しグローブを使ってるんですけど、はい、それも他は軟式用なんですよ。でも肩押しのところだけは公式用としてなってるので、めちゃくちゃ硬いと思います。全面公式っていうことにはなるので、はい、で公式用の中でもさらに硬いと思います。それなりにやっぱ肩押す前、肩押しをする前に、はい、ある程度しっかりとした革を作っとかないとダメージ食らっちゃったりとかっていうのもあるとは思うんですよね。あくまで推測ではありますけど、でそういったところを言うとやっぱりなかなか柔らかくはなりづらい肩押し。めちゃくちゃ親指と小指の芯がこれも同じくめっちゃ硬い、うんうん、っていうのと、呼吸面肩押しされていても使いやすそうだなって思います。まあなんか逆にグリップ効きそうそうですよね僕は正直これで使ったことないので、はい、まあ、どういう感じなんかで投げ感とか呼吸感とかはあんまりよくは分かんないですけど、まあ本当に正直僕は見た感じだけだと投げるとかしそうだなとは思いますけど、はい、ポケットもしっかりとあるので補給も問題ないのかなというふうに思います。はい、じゃあ次のグローブ、はい、いきますか。はい、次こちらグローバルエリート、水野グローバルエリートのダイヤのエース沢村英順と沢村英順モデルでいいのかな、なんか選手とか投手とかつけそうになっちゃったはい、いや僕は今もうずっとダイヤのエース見ているので、英順はこのグローブを使って最終巻で、甲子園に今日決めるとはい、いった、グローブとなっています。ダイヤのエースいいよね。いや面白いですよ。ずっと見てるスタヤとかで、はい、たまに寄った時とかにダイヤのエースレンタルのやつ読んですぐに返して怒られないようにすぐ返して本当はやっちゃダメですよ皆さん。どうせ本当に最新刊出た時だけは気になったんで1回だけやりました。でちなみにこれ少年用です。なのでめちゃくちゃコンパクトなんですけど、はい、ちょっとはめますね。僕は全然使えます、はい、で手もめっちゃちっちゃいですよ。バッテもサイズ22とか23とかで S サイズ使ってたりとか、まあ見たまま体も170しかないので、はい、でこの細さですし、僕は正直この大きさでも全然だから少年用の一番大きい LL かな、少年用水の LL とかだったら僕は使えるかなといったようなグローブです。はい、はい、ちょっとやりお願いします。そう、一番水のってスラッガーの対等にある気がする、はい、あそうですね。なんか少年用ってすんごいふにゃふにゃにゃふにゃふにゃなイメージあったんですけど、うん、ウェム分を含めて全然そんな感じじゃないです。そこがグローバルエリートなのかな。やっぱり買いで1万円でした。え、 YouTube やる前です。あ、これそんなに前の時、うん、まあダイヤのエース自体がね連載結構前からやってるし。あ、そうですね、知らずに買った。そうだから、あとは黒だから、はい、逆に違うんですよ。放置しててツヤが出るのが黒、逆に。それありますね。磨きすぎ、まあもちろん磨いても出ますよ。放置してもツヤ出るんですよ。もう光沢がそうすごいです。いや、放置って言い方悪いな。手入れしなくてもツヤが出る。もちろんしてるだけで、そう、砂ぼこりとかブラッシングとかはもちろん必要ですけど、逆にそれだけでいけちゃうっていうのが黒いグローブのそのかっこいいポイントなのかなと。革質としてはまあしっかりとしてるみたいなのがあったりします。ちなみに時系列で言うと、はい、YouTube やる前から YouTube ちょっとやりたてがあって、そっからこれこっち、はいはいはい、現代モデルをピッチャーで使ってる。そしたら今度はこの青いやつ、うん、大きくなってるんですよ。でもこれ全然、でも自分でも
まあ、内野やってるっていうのもあって、うん、このぐらいコンパクトの方が自分投げやすいと思います。うん、まああとは投げた後は絶対こっちの方がね。そうですね。内野手は特にいいんじゃないかなと。昔はねちっちゃい用グローブが好きだった。翔平さんでもやっぱこのぐらいの大きさでも。で調べたらセカンド用レベルの。多分全然あれより小さいと思う。あのトレーニングローブ違う、 T1 とかよりスラッガーでいったら。あ、はい、ちっちゃいでしょ。ちっちゃいです。あとはまあ T1、 あと指先がもうちょっとキュッと縮まってるぐらいっていうのもあるんですけど、でもこれでも全然小ぶりで扱いやすい。それこそあれが TQS ぐらいの多分イメージだよね、はい、ちっちゃい、ちっちゃいようです。はい、じゃあ最後のグローブいきますか。はい、最後こちら GS のはい、投手用赤オレのグローブで、はい、これで縦閉じなんですよ。縦閉じ横型。そう、翔平さん唯一の縦閉じのグローブかな。でも縦閉じを縦閉じじゃなくて縦型でじゃなくて、はい、これ一応で横で使ってるのでギュッてひねるんですけど土手が潰れない、はい、横型で縦使う人って結構いるんですよ。だからっていうような、グローブとなっていまして、見た目的にはすごいスタイリッシュな、ボフッとしてるわけでもないし、はい、広がってるわけでもない。横型って正直広がりやすい、外見が広がりやすいイメージがあるんですけど、そういったわけでもなく、ね、だからなんだろうな、縦にしたやつを丸く横型にしたんじゃなくて単純に斜めにしたって感じ。縦型のグローブを斜めに持ってきて作ったっていうような、片付けたっていうようなグローブですね。ちょっと連動お願いします、はい、あ、すごい、これすごい軽いです、うん、っていうのと縦閉じなんですけど、横に若干使っていても土手の硬さが残るので、うん、握り込む人とか、まあ、結構握力の強い人、うんうん、でも全然結構合うと思います。だからね、イメージとしては速球派の南東派、速球派の本格派じゃないよねって。そうで、本格派ではない、速球派の南東派だから、速いボールも土手の力とか使って投げられる、はい、でもコンパクト軽い、軽い、比較コンパクト面じゃん、どちらかというと、はい、でコンパクトだし軽いから、その操作性っていう点もいいし、フィールドにも持ってきやすい。だから、はい、あの本格派の南東派っていうイメージは僕はあります。公式だったら9イニング、草野球だったら7イニング、はい、とかピッチャーもし完投するとします、はい、その時に軽いグローブじゃないとやっぱね。そうです。蓄積はもちろん普段からずっとこうやってキャッチボールとかピッチングとかしてるとは思うんですけど、はい、それでもやっぱり一試合やるってだったら些細なことの積み重ねで腕の力って溜まっていくと思うんですよね、はい、振り切ってこうやって、はい、グローブを思いっきり振ってその反動で投げる人だったら重い方がもちろんいいですけど、スタミナっていうことを考えるのであれば、はい、僕は軽い方が絶対にいいとは思うので、GS の投資を僕はすごいおすすめだなというふうに思います。革質的には、革質はもう GS 初めてはめさせていただいたんですけど、はいはい、まあ、軽さとともに革質も張りと、うん、あとしっとり感も備わってる、かなり高品質のグラブだと思います、うんうん、まあ、それは GS さんですからねそこはもう品質はさすがのものだと、はい、すごい思っています。はい、ということでね、本日は翔平さんのグローブを、普段絶対に、スラッガー以外を使わない男の、久保スラ大久保くんに、レビューとか、まあ、触っていただいた感想をね、いただきました。過去のねこういうグローブ、しかも全部型も違うし大きさもね、はい、特徴も違うグローブたち、なのでぜひこのグローブ合いそうだなっていう風なのはね、はい、皆さんありましたら、そういったグローブ、今多分もうオーダーだったりとか、もうこれも多分廃盤とかにはなっちゃってるとしするとは思うんですけれども、まあ、類似品をちょっと、見てみたり触ってみたり、してみてください、はい、この動画になと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあれしゃー、あれしゃー。Slide on, 重ねた汗、自信となれ。